体に効く、美容にも嬉しい蜂蜜。ただこれをすると蜂蜜の効果が全部無駄になるという、やってはいけないことがある。蜂蜜水、生姜蜂蜜、蜂蜜シナモンの相乗効果をお伝えします。基本の蜂蜜水。蜂蜜水の材料は生蜂蜜、レモン果汁、生蜂蜜、半量の水を加える、蜂蜜を溶かす。生蜂蜜は加熱処理をしていないから熱に弱い、栄養素や酵素が豊富です。代謝を高めるビタミン B 群、ビタミン C、鉄分、アミノ酸、すごく美肌にいいんです。残りの水を注ぐ。レモン果汁、蜂蜜のブドウ糖や果糖とビタミン B1 は相乗効果で疲労回復を早める。レモンを添える。免疫力が高まるので風邪やインフルエンザの季節にもおすすめです。蜂蜜の上品な甘さ、天然の栄養ドリンクなのだ。蜂蜜レモン、うめえのだ。生姜蜂蜜。生姜、皮付きのまま使う。1ミリ幅にスライスする。お湯を沸かす。魔法瓶に生姜を6、7枚入れる。お湯を注ぐ。生姜の効能をより引き出すために1時間魔法瓶で温める。コップに注ぐ。生蜂蜜。蜂蜜は体重増加を防ぎ、悪玉コレステロールの酸化を抑えたりして、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中の予防にもつながる。2回に分けて1日1杯分の量を飲むのがおすすめです。いつでも作れるようにチャンネル登録お願いします。そのまま蜂蜜シナモン。蜂蜜は砂糖と比べて血糖値の上昇が穏やかです。生蜂蜜。シナモンパウダーを加える。練り混ぜる。シナモンで血管がよみがえる。栄養や酸素が体の隅々まで届くようになる。これにより肌のくすみ、老化を防いだり、美肌効果をもたらしてくれる。朝スプーン1杯舌で舐めて舌下吸収させると、そのまま体に吸収される。蜂蜜シナモンね。蜂蜜は高級だからな。でも県食産の蜂蜜隠れて食べてるんですけどね。秘密がバレる前に全部もらうのだ。痩せるはずが太ったのだ。蜂蜜を食べ過ぎたのだ。蜂蜜の食べ過ぎは注意です。でもスプーン1杯なら心配ありません。むしろダイエット効果を期待できる。そのまま食べる以外にも砂糖の代わりに蜂蜜シナモンを活用できる。そうすれば砂糖に比べてカロリーが少なくて済みます。蜂蜜シナモンかける紅茶をご紹介。紅茶。
生蜂蜜。砂糖の代わりに蜂蜜を使っているので血糖値が安定する。シナモン。かき混ぜる。シナモンにも血糖値を下げる効果、中性脂肪を下げる効果がある。蜂蜜とシナモン一緒に食べることでダイエット効果を最大限引き出せる。温かい紅茶、シナモンで血流が良くなり体が温まる。手足の冷えが改善する。蜂蜜シナモン×ヨーグルト。プレーンヨーグルト。リンゴ。リンゴは皮ごと使う。8分の1個分を使う。小さめの一口大に切る。リンゴをのせる。生蜂蜜。蜂蜜は1歳未満の乳児には与えないこと。乳児ボツリヌス症にかかることがある。シナモンを振りかける。シナモンにはセイロンシナモンとカシアシナモンの2種類ある。カシアシナモンには毒性のあるクマリンが多い。過剰に摂取すると肝障害のリスクがある。だからセイロンシナモンの方が安心です。忘れないようにチャンネル登録お願いします。管理栄養士のダイエットポイント。蜂蜜の力を活用する。天然の栄養が詰まった生蜂蜜。美容効果、免疫力アップ、疲労回復。砂糖と比べて血糖値の上昇も穏やか。蜂蜜とシナモンでダイエット効果が倍増する。そのままスプーン一杯始めませんか？カロリーが気になるというあなた、紅茶やヨーグルトで砂糖の代わりに蜂蜜を使ってみてください。おお、蜂蜜で血糖値が下がった。12キロ痩せたのだ。肌も髪もツヤツヤなのだ。